オツバメ画、またはオツバメクリシリディアライフィアスは、超ツバメ画家の画の一種。しばしば、世界で最も美しい画と形容される。クリシリディアライフィアス成虫の開け羽長は75から90ミリメートル。羽の模様は黒を基調に、金属光沢を帯びた緑の縦帯体が入り、講子にはこれに加えて、同様に輝く青藩や、見る方向により赤から、 紫まで虹のごとく色調が微妙に変化する後半が入る。これらは表裏両面で基本的に変わらないが、裏面の方が金属光沢を帯びた色彩を呈する面積が若干広い。こういった部分には色素がなく光沢や輝きは本種のリボン状の輪粉ンンに掘られた微小な溝に屈折した光が干渉して起きる構造色である。この特性は 本属と南米産のウラニア属に共通する。アフリカ東岸沖のインド洋に浮かぶマダガスカル島、固有種であり、島東側のオンフリアアパシティフォーリアの繁栄する森林が分布の中心であるが、季節により島中央の高原を越え、島西側の石灰岩、カルスト地帯にまで移動することがある。また近縁種である、波がクリシリリアイソスが、東、 タンザニアに分布する。多くのガの成虫は夜行性であるが、本種は中高性である。また派手な色彩の中高性ガの多くがそうであるように、本種も有毒である。幼虫は紅白色で黒い合毛で覆われており、黒い帽と赤い足を有する。食草は有毒アルカロイドを含む東大草科のオンフリアユホービアッチで、幼虫の時に摂取した毒はそのまま成虫になった。 時まで体内で保持する。眉を作らず地表で溶化する。本種の特徴は印象的な美しい輝きを有する羽である。ゆえに発見当初は蝶として扱われ、東アジアに同様の特徴を有する種の多いアゲハ蝶属パピリオンに分類されていた。これは本種が孔子にお嬢特計を有していることも関連したと思われる。現在本種は、 ツバメガカに分類されているので真のがと言えるが、地味ながの印象とは裏腹に、しばしば冒頭に記した言葉で称賛される。さらには、同じ構造色による輝く羽を有するモルフォや、鳥羽蝶鳥といった蝶を差し置いて、蝶目昆虫の中で最も印象的で美しい種に選定されることも、ままある。ビクトリア朝時代のイギリスでは、この羽が送信に加工されたり、 宝石として扱われたりしていた。その際、裏面の方が輝く部分の面積が多いので、裏面を表に出して用いられたようである。現地のマダガスカル人は、現地語で本種をエイドリアンディロまたは、ララナンドリアナと呼ぶ。前者は、高貴なる長後者は、高媒なる精神を意味する。ありがとうございます。